Wow, this is so nice. Wow, I see chefs. Wow, what a nice food. Oh my gosh, makes me feel so hungry. Makes me miss traveling. Okay, here I am. Mind if I order Peking duck? Yes, please. Peking duck. Peking duck. よかった、俺も好きなんです。あの甘辛いソースとパリパリの鶏皮感というんですかね。控えめに言って最高です。やがみし。I hope I am close. I don't want to have a game over, please, please. We got a mission to do. Yoshinoya, my favorite restaurant, is here. Look at the four of them. As if we are going to some kind of big mission. I don't know why I find this scene so funny. Yeah, what's up with those guys? A lot of vending machines here. Right, we are in here. この会はあいつらに任せるか。タボ、俺ら。Hey everyone, this is Jaslyn and welcome back for more Lost Judgment. Alright, so from the previous episode, we have taught the school students a lesson because they are bullying the waiter in front of the restaurant. And yeah, so I am going to go to the Yokohama 99 to meet with our old friends, the two old friends, I guess. Okay, so let's do this. Okay, this four person behind me is going to pick up a fight on me. Nice try. Oh shit. Oh shit. Ah. No, no, no. Get up, get up. I wanna parry. Nice. Nice parry. Awesome. I have done defeated these enemies. Okay. Okay, I'm so sorry. I made you frightened. Okay, let's go to the office. Yokohama's office. Yokohama 99, yeah. I think I just heard the people say mushi mushi. I didn't hear these words for a long time. I think it's here. I'm so sorry. You're blocking the way, so I need to knock you. Okay, here we are. Yokohama 99 ka. あれが杉浦たちのやさだな。へえ、案外しっかりしてるな。Yes, I think I just saw 99. This is like Chinese words. 99. Yeah. I can only read limited Chinese words. Yeah, I can't write Chinese words well and I can't really read Chinese words well. Enter, enter, let's enter. We are here.
よっ。おお、いやー、どうもご無沙汰でした、八神氏。まこと、すくも、イエー。いらっしゃい、お二人さん。元気だった？この野郎。So this is the… 連絡に残さないで、いつの間にこんな事務所。Nice reflex. Woo. Wow. Nice. シャラチ。さすが元泥棒。前より腕上げた。泥棒じゃなくて窃盗団ね。同じだろ。やだな。僕は私利私欲で盗む連中とは違うから。強気をくじいて弱気を助ける。義賊的なやつだよ。まあ、それもずっと前に足洗ったわけだけど。ああ、いやいや、スギューラ。あ、スギューラ。いい事務所だな。少しうちに似てる。そりゃまあ、僕らが目指すは八神探偵事務所だから。This office is nicer than mine. ささ、どうぞおかけになってくだされ。早速依頼内容のブリーフィングを。なんだ？ブリーフィングって状況説明ってこと。まずは今日のアジェンダからご説明しましょう。ナイスラップトップ。議題のことね。うちの所長、意識高い系の会社を参考にしてんだよね。優しい目で付き合ってあげて。いいと思うよ。最初は何でも真似から始めるもんだ。というわけで、八神氏たちにご助力賜りたいのは、最近探偵業へ増えつつある案件でして。I like to see this kind of dialogue. It is so classic. カムロ長者、まず来ない案件だと思うね。横浜ならではってことか。わかった。じゃあもうあれしかねえ。中華街を仕切ってる連中の島争いだ。だろ？ああ、そういやこの辺、ハンピン・ニューマンってギャングがいるんだって。そう、そのハンピンなんとかの構想が依頼のネタだ。今のところこちらにギャングの構想はありません。我が社で増えている依頼というのは、いじめについての調査報告です。いじめか。うちの子がいじめられたようだから証拠を集めてくれとか、加害者を特定してほしいといったものですな。親としては自分の子供にいじめの証拠があったら裁判楽だし、それで学校にも責任問えるでしょ。 This boy is so fair. 子供っていくつぐらい？ 一番多いのは中学生です。あの時期の男子はテストステロンという性ホルモンが急激に増えるんです。すると攻撃性や支配欲が強まるんですが、まだ脳が未熟で理性が効きません。それでいじめが起きやすくなります。思春期ってやつか。ただ今のは男子限定の話なんだろう。女子にだっていじめはあるよ。ええ、いじめには他にオキシトシンという脳内ホルモンも関係すると言われています。オキシトシンは男女問わず仲間への親愛を司るもので、例えば母親が子供を見たりした時に多く分泌されます。うん、それだけ聞くと善玉みたいだけど。そうですね。太古の昔、オキシトシンを持つようになって人は仲間と助け合うことができました。特に出産直後に子を抱えて無防備な女性には仲間たちの助けが必要でした。オキシトシンがその支え合いを促したのです。そしてそうした行動の取れる群れでなければ子を育てられず、厳しい自然を生き残れなかったでしょう。しかしやがてこの仲間への思いが強くなっていくと、今度は群れの足を引っ張る存在を裏切り者とみなすようになりました。例えば働きもしないのにただ収穫物を食べるだけのもの。彼らを放っておいてはやがて誰も働かなくなり、その群れは全滅してしまいます。確かにな。だから裏切り者には仲間内で制裁が加えられました。当時群れが生き残るためにその制裁は正義だったはずです。裏切り者をきっちり迫害した群れほど
結果的に淘汰されずに済んだでしょう。つまりそれが私たちの祖先です。じゃあいじめはその時の名残ってこと？本能に組み込まれてる的な？全部ホルモンのせいかよ。もちろんそうは言いません。でも人は仲間内の異物を排除する傾向にありますよね。空気の読めないものを KY、 反応の鈍いものをノリが悪いといじめませんか？歴史上もそうやっていろんなマイノリティが迫害されてきました。世界中で古今東西を問わず。This is our reference material related to bullying. だいぶ勉強したみたいだな。主につくもくんがね。僕は体張る担当のもんで。なるほど。If he's reading this much, the bullying problem really must be getting bad. ついでながら、もう一つ面白い話があります。人は裏切り者を見つけると、それを制裁したいという欲求に駆られます。なぜなら、そうした制裁を下すと、脳がドーパミンという快楽物質を出すんですよ。つまり、正義をなすとき人は、食事やセックスをするのと同じぐらいの快感を得てしまうんです。なら、その正義が歪んだものだったら大変だ。暴走して歯止めが効かなくなる。まさにその通りなのです、八神氏。で、俺らに手借りてって依頼もそのいじめ絡みなんだよな。ええ、依頼人はとある私立校の理事長です。校内にいじめがないかしらみつぶしに調べてほしいというのですよ。ただし、なるべく波風を立てないように。その学校の規模は？1学年にクラスが6つ、3学年で18クラスですな。全校生徒600人余りです。僕と杉浦氏だけでは手が足りません。夜、その依頼人と外で会うことになってんだ。そこで詳しい内容を聞く予定で、その時は二人にもいてもらいたいんだけど、いいよね？段取りいいじゃねえか。駆け出しの探偵者にしちゃ上出来だ。それまではご自由にどうぞ。場所は八神さんたちの歓迎も兼ねて中華街の店をセッティングしといたから、教員楼って店に現地集合でお願い。わかった。 OK。 お気遣いどうも。 We are going to the Chinatown to meet them.Taxis, okay. We can also ride taxi in this game. Nice. To fast travel. Right. Rest. Okay, I can rest.Let me see. I wanna see map. Map. I need map. Yokohama 99. I wanna go into the convenience shop. Is this? Oh, this is a arcade shop. Yes. So let's come to this place first.Too bad I don't see any family mart in here. Family mart is a very famous convenience shop in Japan.Pharmacy stuff, okay. I have cat food. Why? I will have a cat.
Nice. Pocket tissue. Just buy. I always use tissue. This is like a stamina drink. Ooh, sake. Just buy two then. Okay, just in case. A few moments later. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. This is so nice. I get to shop. Okay. What is the quest now? Let's see. Task. Go to... Oh yeah, we need to come to this place. I still don't have any side cases yet. Taxi. Chinatown. Yeah, I wanna come to this place. Okay, yes. Oh, I need to pay 1,100 yen. Oh well, never mind. After all, this is my first time to fast travel in this game. I wanna try this out. Okay, I just got down from the taxi. Where is the place? Let's see, I wanna see the map. I guess this is the mission. Yeah. I see a lot of food here. Chinese food. I didn't know there's a Chinatown in Japan. Wow, this is so nice. Wow, I see chefs. Wow, what a nice food. Oh my gosh, makes me feel so hungry. Makes me miss traveling. Okay, here I am. そろそろ着きましたかな、ヤガニシ。我々はもう着いていますぞ。ああ、今店の前。わかりました。では受付で雲の連れだと言ってください。了解。慣れたもんじゃねえか。あいつずっと満喫で引きこもりだったんだろう。俺らももううかうかしてらんないね。Okay, let's go inside. Wait a minute, I see something on the floor. Scorpion, ew, disgusting. Enter. Oh, it's going to rain in my sight. I heard thunderstorm in my sight.こちらが先日お話しした山西海藤さんです。カムロ町の名探偵ですぞ。つくもさんからお噂は金がね。私は奥田と申します。私立清涼高校の理事長をしております。 OK, this is a principal. I think Yuzo Okuda. Oh, it's a chairman, school chairman. 清涼高校ってさっき店員煽ってたガキどもの。多分そうだね。何か今日町でお宅の生徒さんたちを見かけました。店の人を怒らせといてそれをスマホで撮ってたんです。七八人で取り囲みながら。あっちゃー、八神さんたちがそんなの見たら素通りできないよね。おお、まとめて鉄拳指導してやったぜ。鉄拳ではその私は聞かなかったことにした方が良さそうだ。まあそう言うなよ理事長。腹割ってオープンに行こうや。海藤さんはもうちょいビジネスライクにしようか。奥田理事長、明日から早速調査に入りますが、
改めて詳しい依頼内容を教えていただけますか？ええ、もちろんです。本校も日頃いじめ問題に取り組んではいますが、それでも常に不安なんです。果たして十分に防止できているのか。そしてもしすでにいじめが芽吹いていたなら、深刻化する前に摘み取るべきでしょう。つまり肝心なのは事前の予防です。それで探偵に依頼を？ええ、そんな風に思っていた時、99課の看板が目に入ってきましてね。ホームページを見たら、すでにいじめの調査なども実績としてあった。これは運命かなと。な、大げさな。けど、うちが今までやってきた案件って、大抵最初からいじめの加害者は誰か分かってるわけ。で、僕らはその証拠を揃えてきた。今回みたいに、あるかどうかも分からないいじめを探すっていうのは初めてでさ。ゆえに、ここに集いし4人の探偵が必要なのですよ。なんか作戦があんだな。ええ、今回の証拠の収集には動画撮影が有効です。すでに小型の隠しカメラをかき集めてありますよ。それをいじめの起きそうな校内の死角に仕掛けていこうかと。まずは期間限定で2週間ほど撮影することにしましょう。いじめを隠し撮りってことか。ただもしその隠しカメラがうっかりバレたりしたら大問題になります。誰にも気づかれない場所へ巧妙に仕掛けなければなりません。そこがベテラン探偵の出番というわけで。よく言うよ。守衛さんや先生たちにも隠し撮りのことは内緒。この件は理事長と僕らしか知らないですよね。ええ、知っている人間が多いほど秘密は漏れるものですから。それに八神さんは神室町でいくつも難事件を解決してきたと伺っています。この依頼を完璧に果たしていただける方だと。どうぞよろしくお願いします。どんどんハードル上げられていくな、ターボー。では八神氏、何か理事長にお聞きしたいことがあればどうぞ。お、いいね、ベテランの仕事ぶり。早速勉強させてもらわなきゃ。なんかやりにくいな。まあでもそれじゃ。 Okay, what do I ask the chairman? Why go so far as to hire detectives regarding our scuffle with your students? Mind if I order Peking duck? Yes, please. 理事長も好きですかね、北京ダック。北京ダック。ええ、まあ。よかった、俺も好きなんです。あの甘辛いソースとパリパリの鶏皮感っていうんですかね。I know this.控えめに言って最高です。ヤガミシ、遠慮は体に毒ですぞ。追加でオーダーしておくので、今は仕事の話に集中してくだされ。はい。恥かかせんなよ、タボ。Okay, everyone's loosen up a bit. What's next? Okay. Okay, this one. さっきはなんとなくうやむやにしちゃったんですけど、今日町でオタクの生徒とやり合っちゃって、そのことはもう大丈夫ですかね？ええ、その話はもう聞かなかったことにしますので。おう。ただこれだけは言っとくぜ。同じ状況に出くわしたら、俺はまた連中を締めっからよ。遠慮する気はねえ。相変わらずだね、八神探偵事務所は。Okay. If bullying is found, what then? もし調べた結果、いじめがあったらどうするんです？もちろん学校側で指導します。県にも報告しなければなりません。そうすると先生たちは仕事が増えちゃうよね。生徒に聞き取りしたり、いろんな書類を書いたりさ。それが嫌で報告しないなんてこともあったりして。ええ、残念ながらあるでしょうね。ただでさえ仕事の多い教師たちが
進んでいじめを見つけ出したいかといえば、できればないに越したことはない。じゃあいじめ見つけたらボーナス出してやるってのはどうだ。進んで見つけたくなるぜ。さすがにそういうのはまずいんじゃない。いや、一案かもしれませんよ。まだ完璧ないじめへの対処法というのはどこにもないんですから。 OK, why go so far as to hire detectives? OK, this one. 理事長がわざわざ探偵を雇う理由、聞かせてもらえません？それはですから、深刻化する前にいじめを見つけたいからです。先生方が目を光らせてるだけでは足りないと。ええ、あいにくそれだけでは少し心配でしてね。彼らの申告だけでは信用しきれないというか。 What happened to make the chairman doubt the teacher's credibility? Okay, you mentioned you can't trust your teachers? 奥田さんはさっき先生方の申告を信用しきれないってそんな風に言ってましたよね。人のやることですから、見落としや勘違いでいじめに気づかないこともあるでしょう。もう少し含みのある感じに聞こえました。そうでしたね。確かに。何かあるんですか？なんと言いますか。実は、もう4年前になりますが、うちの高校で生徒が一人自殺をしています。自宅で首を吊って。それはいじめが原因で。いえ、第三者委員会を設置して調査もしました。いじめの事実は確認されてません。裁判所も同じ判断でした。裁判所？自殺した生徒の保護者から訴えられたんです。学校でいじめがあったんじゃないのかと。ネットには確かにそういう書き込みがあって、とはいえ他に客観的な証拠はなく、結局裁判所もうちに責任はないと言ってくれたんです。実際に理事長の目から見ていじめはなかったんですか？なかったと信じたいです。ただ正直そう生きるには私と現場の距離は遠かったように思います。今本校に通っている生徒たちも私の目には問題ないように見えます。みんなまだ幼いものですよ。しかし例えば2月ほど前、教育実習に来てた学生が心を病んでしまったのか突然来なくなりました。なんだそりゃ。生徒にいびられたってことか？さあ、もしかしたらそうだったかもしれませんが、未だに彼のことは分からずじまいです。生徒らとなかなかうまくやっていると思ってたんですがね。その後ご家族の方で捜索願いを出したと聞いています。 A suicide 4 years back, a missing teacher. This school is no stranger to controversy. とにかくそういうわけで、皆さんにはどうか見えにくい学校の影へ光を当てていただきたい。それが私の今回の依頼なんです。 OK, enough work talk for now. Let's eat Peking duck. お話を伺っていろいろ分かりました。とりあえず仕事の話はこんなとこか。そうですね。あとは実際に現場を見てみませんか？その時またお話を伺うかもしれません。それはもちろん。よし、じゃあもう食っていいな。何今まで遠慮してたみたいに言ってんの？気にせず食べてたくせに。そいつはどうだろうね。よー、兄さん、スイカだ。かっからが本番よ。厨房は温まってんだろうな。ここ、そんなに安い店じゃないよな。ご安心くだされ、ヤガニシ。今夜はお二人の歓迎も兼ねてご馳走しますから。This is so generous. Thank you, thank you. じゃあ俺も追加で。Peking duck. Don't forget to order Peking duck. Okay. Pros and cons of getting drunk.
make you temporarily drunk, the harder it becomes to walk in a straight line. Oh, I see. The X gauge will charge faster. New info has been added to your case file. Suicide at Shiro High. Persons of interest updated. Okay. Yeah, this one. Side cases. School stories. Stats. Oh my gosh, this is so ugly. Okay. This. A student teacher, 22, suddenly went missing instead of reporting to his position. No relevant notes or messages have been found so far. Okay. Yeah. Ooh, nice moon. いやー、初日からご苦労様でした、八神氏。先ほどは細かい話も出ましたが、要は清涼高校でいじめの事実を見つければいいのです。ああ、学校に隠しカメラを仕掛けるって言ってたな。ええ、数に限りがあるので、明日仕掛ける場所を探りましょう。校内へは空調整備に来た業者の手で潜入するつもりです。わお、ナイス、アンダーカワー。つなぎでも着ろってのか？実はもう人数分作業服を用意してありますよ。今回の仕事で我々の調査を承知しているのは理事長一人。Okay. なので生徒や他の先生方の目をごまかさなくてはなりません。わかったよ。まあいい。今日はこんなとこだ。それもそうですな。では八神氏たち、これからはここを自分の事務所だと思って自由にお過ごしくだされ。おー、ナイス。ヘイ、I wanna take a look. Okay, listen. What am I in the mood for? Okay, this then. I have no other songs. Are you going to cook? I've really done it now. What's up, Sugiura? I was shopping online and I bought two of the same skateboard by mistake. How that happened? It was a limited edition, only available by lottery, so I pre-ordered it on two websites to up my chances. The second skateboard got delivered today. Can't you just return it or sell it online? Returns aren't allowed, and yeah, I did about selling it online. It's going for twice its original price, but... Oh! Come on, if you can sell it for twice the price, then that's even better, you're making bank. Nanto! You can't. I won't allow it. As long as I live, I won't abide resales. None. Oh. Hey, what's wrong? It's rare for you to get this angry. He's totally against reselling now. Because a short while ago, he was trying to buy this rare figure and couldn't get it. So he had to buy from a reseller. I didn't know. I bought a limited edition copy of a game, three times its original price. I didn't want to give in and support the stupid resales industry, but I just had to have it. Can you understand my pain? No, sorry, I don't get it. You see why I can't figure out what to do with these skateboards? Why don't you let Yagamishi use it? I'm sure it'll be a handy way to get around Ichinjo. Yeah, how cool. Yeah, I want. That's not a bad idea. I really don't know what to do with it since I can't sell it and they won't take returns. Yeah, you don't mind if I use it for free? Isn't it pretty valuable?
You can't just pay me back later, and next time you solve a big case and get a nice reward, treat me to something. Hey, alright. I'll write it with gratitude. Nice, I got a skateboard. Kickflip. I got a new trophy too. Hehe, Batman. Oh. By the way, even though you can ride it around the city, you can't go on sidewalks. It's dangerous to skate where pedestrians are. Alright. Got it. Oh, what happened? I can't believe this. What's wrong? Yeah. The pond in front of the station has the 5-year anniversary limited love star figure. Sure, I read it on a random internet forum, but I don't think it's fake. I gotta buy it. And there's a reseller already closing in on. Hey, wait. We still have stuff to do before tomorrow, like checking to see if all the hidden camera work. But I have to hurry. If I let this opportunity slip by, I'll end up buying from a seller again. No, no, we need to make work our priority. Well, maybe. His puppy eyes. Asking me for help. You want me to buy it for you? Oh, please. The reseller is already on his way, so can you go there now? Alright. Sure, I'll go there with my skateboard. Yeah. Nice. Side case, I got a side case. This is my first side job. Pretty please, Yagamishi. Okay. Let's do this side quest first, because I've never done any side quest before in this game. Based on the time of the reseller's last post, he's gonna be there in 3 minutes. Okay, I'll just have to get there before then. I'm counting on you. Here's some money, 20,000 yen. Ooh, nice. Alright. Yagami-san, do your best. Remember, you can't skateboard on the sidewalk, so be careful about your route. Call it. Okay, here goes. While on the street, hold down X or R2. Moments later. You can also transition from a normal jump of a grind slide. Okay, I'll try. Wait, I wanna see where's the place. A few moments later. Oh, hey, got it. Nice. Ibisu Pond. Where is that place? I need a map, please. Here. Yeah, here. Oh my gosh, I am going to the wrong side. Over here. Okay, it's over here. Oh my gosh. 1 minute. I am wasting time. Ooh. Oh my gosh, I missed the place. Okay, here. I hope I am close. I don't want to have a game over, please. A
I have arrived! Awesome! Just on time. Okay. Excuse me, I heard you have a limited edition Love Star figure. Yeah, we got one, but it costs you. Ooh, this is so adorable! I want this. This is a chibi figurine. Okay, still interested? Sure, I'll take it. Pressure doing business. Guess I'm late to pick up my figure. What? You also love that? Are you the reseller Sukumo was talking about? Give me that figure and go. You're interfering with important business affairs. Come on, first serve. I'm not giving it up. Well then, I'll have to take it by force. Oh my gosh. How valuable is this thing? Boss fight with him! I guess I'll use my snake ability. Shit. Ooh, nice. Haha. Crap. Okay, he's dead. Not bad. I love this. Okay, untouchable. Nice. He barely even touched me. I whack him most of the time. Thanks to you, Yagamishi. His laugh is so sneaky. I got an amazing collectible and I didn't have to fork over money to a reseller. He wanted it so bad, he attacked me. Is it really so in demand? Oh yeah, I guess the Ibisu pawn owner wasn't in the know, but this is a very rare color sample whose production line was cancelled. So this color has never been available to the public. There are only two of these in the entire world. Wow, that's pretty unique. On the markets, it fetches of a price of around 300,000 yen. Wow, this is expensive. You see why a reseller would be desperate for it. Such a splendid item does not belong in the hands of a reseller, but someone who truly appreciates it. It just goes to show it was a fantastic thing that I'll keep Sugiurashi from reselling his skateboard. It enabled me to buy this. With this, I'm free to focus on work. I'm sure your high mission will be a success. Right, the case is done. Completed. I should call it a night. Alright. Next. I want to improve. Yes. Skills. Okay, I have 2750. During a war jump. I rarely do that. Snake. Grants temporarily immunity to knockdowns after successfully. Okay, I'll try to learn this. Okay. A few moments later. Okay, I got nothing to decorate. Yes. Alright, back. Let's rest. Yes, rest on the couch. What a long day. Okay, it's in the morning. Yagami-shi, 昨日言っていた業者風の作業服を用意してありますぞ。星稜高校へ行く前にスタンバイしてくだされ。サイズはバッチリのはずです。Yagami-shi の体のことは完璧に把握しておりますゆえ。だろうな。
つくもの仕事に不満だったことはないよ。Okay, you need to mask your identity with a disguise at certain points in the story. To use a disguise, open the items app and navigate to the disguise tab, then select the appropriate disguise to wear it. Disguises can only be worn when an investigation specifically requires it. Okay, the game has already helped me to come to this page. All right. Ooh, nice. Okay, where is? Okay, I didn't press that. The game helps me to press it. It's all automatically. We got a mission to do. Yoshinoya, my favorite restaurant, is here. Look at the four of them. As if we are going to some kind of big mission. I don't know why I find this scene so funny. Yeah, what's up with those guys?西陵高校へはこちらからタクシーで参りましょう。おのおの方よろしいですかな。今回の依来はうちにとっても矢上氏にとっても今後大口案件になる可能性があります。絶対に成功させましょう。来る依来に重いも軽いもねえ。どの打席でもフルスイングがうちのスタイルだ。なあ、タボ。だね。 Let's go. All right. Can't wait. Let's use. Where is the place? Where is the school? There. Okay. Get in. 500 yen. Where would you like to go? I want to go to that place. Very well, sir. Let's be on our way. Let's go. Later. This place is so beautiful. のメンテナンスでしたよね。理事長から伺っています。ご案内は無用ということでしたけど。ええ、お気遣いなく。なんか金のある学校って感じだな。私立の進学校だからね。今は休み時間か。とりあえずはざっと校舎の構造をつかみたいですね。校庭に出てみましょう。そこから全体を見渡せそうですぞ。 作り自体はさほど特殊ではありません。教室棟にあれが体育館ですな。用意している小型カメラはいくつあるんだ。 20台です。その映像は全て僕のPC上で確認することができます。4人で手分けして仕掛けるか。バラバラで動いてあまり目立ちたくないな。部外者が1人でいると何してんだ 注目されやすいじゃん。でも2人組ならそうでもなくなる。さすが八神氏。こんな話を聞いたことがありますよ。詐欺師が偽警官なんかを装うときは大抵2人組で現れるそうです。すると相手がよほど用心深くない限りまず疑われないようで。つまり僕も八神氏の案に賛成です。よかったな、タボ。
詐欺師の才能があるってよ。じゃあ俺とカイトさん、つくもと杉浦で10台ずつ手分けだな。カメラってのこちらです。150度の広角レンズで浅く広く監視ができます。これをいじめが起きそうな場所に仕掛けていってください。先行の死角になるようなところってことだよな。任せとけ、俺はその辺鼻が利くぜ。そこを威張って言えちゃうのが怪盗さんだよね。そんなに褒めるな。よし、ほんじゃまあ、いろいろ見て回ろうか。そうだな、俺らはこっち、スクモたちは逆から行けや。了解。 Okay, let's do the job. Let's get it done. よう、俺らが取り付けるカメラは10台しかねえ。仕掛ける場所は慎重にね。 Okay. Set up cameras around campus. Wow.Okay, I need to come to this place, I guess. Yotto, mate, mate. Koko wa ii ze, geta baku da. Seishun no drama ga okiru butai janai ga. Drama tte? Drama? What kind of drama? Mata aru mono wa, kettou no hatashi jo wo aite no geta baku ni shinobase. それはなんか、Speaking of his experience. いいから、まずはここだ。なるべく死角がないように3台仕掛ける。ここでいきなり3台？学校で死角になるような場所なんてそんなに多かねえ。だが、ここの下駄箱は俺のアンテナにビンビン引っかかる。そっか、まあ分かったよ。Three of them has set up. こちらつくも矢上氏、早速カメラを仕掛けましたな。こちらでしっかりモニターできています。その調子でお願いします。わかった、そっちもよろしくな。ええ、こちらはまず体育館裏に仕掛けました。続いて教室棟へ向かいます。了解。よし、先行くぞターボ。A lot of vending machines here. Alright, we are in here. この階はあいつらに任せるか。タボ、俺らは上だ。あいよ。おお、階段だ。ここも学校の資格だぜ。よくいじめられっ子が突き飛ばされたりするよな。そんなしょっちゅうあることじゃないでしょう。まあでも確かに資格にはなってるか。だろ、見通しが悪く教師の目に留まりにくい。いかにもいじめの現場になりそうだぜ。なるほど。よし、早速1台仕掛けるぞ。Okay, they have set up. Yosh, I don't have to do anything. So awesome. Okay, let's go. Right, let's go up. Yes, they're cutting. Yagami, 今2階ですかな? Yes, we have arrived. これからカメラを仕掛けるところだ。我々はもうすぐ1階に仕掛け終わるところです。その後は東棟に向かいます。東棟の方は我々に任せて、矢上氏たちは2階と3階を中心に仕掛けていただけますか。ああ、分かった。ターボ、手分けしようぜ。俺は2階をやるから、お前はここより上を頼む。了解。Who
I'll have to do this by my own. Let's see, somewhere out of the way, hard to spot. I have 3 cameras to install. That's a good place to start. Okay, I guess we need to use the observation mode. Let's go up first. Alright. Yeah. I'll install one on the stair landing here too. Oh, okay. I don't have to do anything as well. Awesome. I thought I need to use the observation mode to install. Next. Let's go up again. Ooh. Is he a janitor? I saw him smoking. Oh, nanda, Ani-chan. Ima torikomi chuu nanda. Ato ni shite kureru ka? Another blind spot. Be real nice if he stepped away for a second. If so, I could install the camera. Observation mode. Yeah, I remember this one. We need to use this now. Okay, speak. Okay, I really need this guy out of the way. Time for a little negotiation. I'll report you. Okay, this. Sabotteta koto iitsukeruzo. Shigoto ni modoranakute ii no ka? Ha? Nani itte ndo? Sabotte ne shi. I saw you smoking. Sore ni orera katte ni kyuukei totte ii nda yo. Anta ni toyakaku iwareru suji ai wa nai ne. Well, that didn't work. This is ridiculous. Then, well, better back off and find something else to use as leverage. Man. Man. Moments later. If you press R2 to focus, okay. Wait. Huh? Ah, yeah, this is the one. Guess he's sneaking in a few pops. This should make a good bargaining chip. Okay. He seems to have peeled the label off the bottle. Is he refilling it with tap water? Maybe he's just being economic. If he's struggling with money, then I can buy him at a discount. Alright. Talk. I'll give you 1,000 yen to move. これ 1,000 円。タバコ代の足しにでもしてください。I hope this will work. え、くれんの？ねえ。くつろいでるところをどいてくれって頼むのも悪いんで。いいじゃん。話がわかるじゃねえか。今月金月で困ってたんだよ。Nice. I didn't know this is working. I figured he was short on money if he was refilling a plastic water bottle. Okay, that's good. Alright, let's get this done. And that should do it. Let's find another spot. This is so fun to play. I love this. I love this kind of game, you know. Oh, I guess I need to go down. Oh, I can't jump. Oh wait, left side. Yeah. Men's toilet. Teachers can't exactly keep a watchful eye on the men's room. But is it really ethical
to put cameras in a school restroom on a bunch of pubescent kids, I guess. I mean, I could just avoid the urinals. Alright. Okay, I think I have done. That's all the cameras. Meet back up with Kaito-san. Oh, I see something here. Okay. Okay, yeah, this way. Ah, this is the classroom. Okay, next. Okay, I am really admiring the place here. This is so awesome. Oh, okay, wait. I have to go down. Ah, he's here, yeah. Kaito-san, 3階は仕掛け終わったよ。おお、こっちも死角になりそうな場所は一通り仕掛け終わったぜ。だが2台余っちまってよ。この廊下にも1台行っとくか。意外とここも教師の死角になりそうだぜ。なあ海藤さん、教室の中は仕掛けなくていいのかな。いじめってやっぱほとんど教室の中で起きるんじゃねえ。そうだろうな。だがよ、カメラの台数より教室の方が多いんだからしょうがねえ。できる範囲でベスト尽くすのがプロってもんだ。そりゃそうか。思ったより考えてんだね。廊下をざっと見渡せるようにカメラを仕掛けんだ。真ん中あたりの天井がいい。教室の出入りが一目でわかる。よし、タボ、天井に仕掛けるぞ。お前が上だ。はいはい。さあ、これ別に今やらなくてもよかった。Totally could have done this during recess. Everyone is looking at them. みんなこっち見てる。Yeah. 今更大勢。いいから堂々としてろ。This is so funny. Make me laugh a lot, man. Oh, these kids. I remember them.The bullies. Yo, 今のやつら見たか? Yeah, indeed. 昨日スマホで洋食屋を煽ってた連中だ。海藤さん気づいた。2年2組か。Class 2-2. 泉を探すなら有望なクラスかもな。よし。あの教室に最後の1台仕掛けようか。I hope those kids don't recognize us. 連中に顔を見られねえようにね。Yeah, exactly. 行くぞ。What? We are in here.あの、ご苦労様です。今日は空調の点検か何かですか？え？あ、お、すいません、すぐに終わりますから。そうですか。いえ、何も事前に聞かされてなかったものですから。それは俺らもです。こんなお綺麗な先生がいるなんて。いつもの方と違うんですね。それに空調の点検なら先月やったばかりだと思うんですけど。そう言われてもうちは呼ばれてきただけですから。職員の沢と申します。ここは私の担任するクラスです。失礼ですが誰があなた方を呼んだんです？ Man, she doesn't trust us one bit. What should I tell her? Oh my gosh.
So this is how you treat people. I reserve my right to remain silent. Ah, this then. This. こちらの理事長から頼まれたんです。てっきり先生方にも伝わってるかと思ってました。理事長からですか。それじゃあもう私がとやかく言えないですね。Safe. We are safe. あなた方が直接依頼を受けたんですか。ええ、そうなんですよ。いつも我が社がお世話になってます。なるほど。じゃあちなみにうちの理事長の名前は何だったんですか。理事長のお名前。What's his name again? それなら確か。ああ、奥田さん。Should be this. 奥田さんでしたよね、確か。I hope I. そうですね。ああ、いやいやいや。すみません、失礼しました。いや、何いいってことですよ、先生。しかし、お美しいですな。I like the way. 私のタイプと言いますか。理想。He's flirting with her. 作業はすぐ済ませますから。すみません、どうも。これで完了です。いや、どうもお邪魔しました。失礼します。I hope these bullies don't recognize us. He's been observing us a long time. Okay. あんた何やってんだよ、カイトさん。仕事で来てんだからさ。今の彼女、昔憧れてた先生に似ててよ。俺には数少ねえガキンコルのいい思い出なんだ。なんだよ、急に。俺が悪もん。分かってるって。ちゃんと仕事に集中する。こちら、つくもです。矢上氏、どうぞ。ああ、こっちは全部仕掛け終わったよ。我々の方も仕掛け終わりました。海藤さんと体育館へお越しいただけますかな。今、ちょうど誰もいません。そこで仕掛けたカメラを見ながら、今後の調査方針を検討しましょう。わかった。体育館だな。Alright, everyone.This episode is a very, very fun episode for me because we got to see a very funny conversation from the characters. Yeah, it is very funny to see Kaito-san was flirting with the teacher, the very beautiful teacher. Yeah, this is also one of my reasons why I want to play this game because we get to see beautiful girls. Yeah, okay guys, we are going to stay here for today and we are going to head to the gymnasium on the next episode. So yeah, if you guys enjoyed this episode for today, don't forget to give me a like and leave your comments down below. And don't forget to subscribe for more Lost Judgment. Hope to see you on the next video. Bye!